はい、朝ですね。昨日ちょっとこれ干しておきました。外でね。で、ちょっとだけもう昨日の夜食べちゃいました。で、今日はこれから続きをやりましょうかね。何しようかね。まずはこれ鶏だろう。鶏ね。これはやっつけなきゃいけないと。魚だろ。魚と鶏とやっつけろ。おう。で、焼き魚を焼くつもりだったんだけど、実はちょっと大変なことが発見されました。ガチガチに凍ってて焼けないの、鮭がね。解凍しておくつもりだったんだけど、カッチンカチンよ、これね。これで500円だから、750円か。いいよね、これね、なかなかね。ちょっと解凍しなきゃダメなんで、今日は塩サバをやっつけましょうかね。で、これね、吹きもんにいっちゃおう。煮しめにね、ちょっと今日は入れてやろうと思うんで。で、これと天ぷらの中にはかぼちゃに。揚げ物をしますからね。これも入れちゃおうね。こういうの嫌う人いるよね。そんなもん食べたらダメですよ。おーしゃい。最高先生が出てきたぞ。かぼちゃに、まずは揚げ物をやっつけた上で、煮しめ系に入らなきゃダメだな。なんか煮しめに使えるようなものを使ってきたかな。まあいいや、ウインナーもやろうか。よいしょ。顔から昨日なのね。よいしょよいしょ。はい。まず最初は切りなきゃいけない生い青いものを見ちゃいましょうかね。そら豆に、こいつだ。もうご飯が炊き始めております。まずはオーブンにこれを入れないとね。しめサバね。サバの水煮じゃない、塩サバだ。塩サバをまずは引っ入れちゃいましょうか。よいしょよいしょ。ちょっと小さくいくかね。今日お弁当にも使いますんでね。お弁当魚でもあります。で、揚げちゃって、ちょっとでかかったな、このオーブン魚。ダメだこれ。一番小さいのが一番よく使ってるよね。これ本当に洗い勝手がいいから便利なんだわ。これね。それと一緒に、なんででかいのがダメかというと、あれ、ウインナー出したつもりだったのがねえな。あれ。ありました、ありました。本当に焼いて入れちゃおうと思ってるんで、香味って言ってね、嫌う人も多いんですよ。なんか嫌う人も多いよね、加工肉ね。でも僕はあんま気にしないですね。手軽さとか美味しさとその悪評のバランスを見て、どっちがバランスが嫌いだよね。
はい、先生、これはまあこの半分切ったぐらいでね、これはこんなでいいですよ、この子でしょ。ああ、そうだそうだ、ごま油をね、ごま油で和えとけばいいですよ、ってね。ほんと結構美味しいです。それ焼き上がる頃醤油入れて、てりてりってしてね、ギリギリワッと乗せちゃうと、もう絶品ですぞ。で、ここはこれでいいでしょ、これね。はい、このまま行きましょう。それで、次だな、ふきを、あ、煮しめは昨日もあるから十分だね。これそのまま食べましょう、今日はね。昨日の夜か、これは。で、ふきは銅鍋でやりますからね。ほら、そこに銅鍋があります。こっちの銅鍋がお袋がよく使ってた銅鍋ですよね。さあね、こっちの銅鍋ね、もうほら、ここら辺とか歴戦の勇者って感じですよね。で、銅鍋ね、やっつけてみたらね、一丁ありだ、よいしょ。なんかちょっと苦労してます。次は煮てからかな、よくわからんですね。でもね、どういうタイミングでやればいいかは、もうみんな煮ちゃおうか。すぐ取らなきゃダメなのはね、これが吹きの辛いところで。爪切っちゃったから剥きづらい。おい、本当に剥きづらいぞこれ。参ったな、やめようかな、やめちゃおうか。痛い。まあいいや、そういうわけにもいかねえな。まずやっちゃおうか。もう悪くなりかけてるな、これやっぱり。あの、勤め品だったんだよね。結構値段するはずのものが、もう、ダメになってきてるから、安くするよってんでね。何よりもお勤め品ってなんての、かわいそうだよね、せっかくこうやって食べ物になってきてくれたのに。どうしたところにこれを持ってるかね。これもお勤め品だったかな。やめました。こっちの方が先だな。これも本当に出る季節が決まってますよね。うちの奥さんが大好き。
まあ、食卓に出てくると争ってたんですよね楽しいよね、まあ、競争して食べる感じ。みんなもやっぱ合うよな。もうお湯に立ってきており、お湯に入れる順番はブロッコリーが1番で、これが2番。ブロッコリー出してないのでこれから出します。3番目が、一番アクの強いの吹きですね。でその後これ、うん、お湯がもったいないからね、もうブロッコリーも。こういう青いものを食べたくなりますよね。はい、ちょうどいいでしょうね。こうやってドライブに、意外とこのそら豆って長く入れないとダメだよね。困っちゃうね。困っちゃうよ、しないか。茹で方足りないとあんま美味しくないし、茹ですぎるともうまずいし、そういう意味で青い魚物ってのはやりづらいよね。オープンでは早始まっております。 OK だね。これでまずこいつは OK で、吹きでという感じだね。よいしょ、換気扇回す。じゃあこれだ。次はこれで、ブロッコリーがもういいかね。もういいね。それではお豆さんをポリポリで、拭きをもうちょっとやって、こっちか。悪くなってきてるやつはもう早く見ないとダメだもんね。大変。よいしょ。この拭きはね、最初に水の中に入れておくよね。あとこれも200ミリだったんだ。これはトラ豆だね。トラ豆も煮ましょう。なんか今日はあれだね、下ごしらえの日だね。ほい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 だ。どうなる？もうちょいだね。ちょっと触って柔らかいなーって感じになると思うからね。それで今度はもうこれは残りはこれにして、
日の夜の粉がね残ってますから、低温でねいきましょうかね。どんなかな。おお、もういいね。うん、うん、うまい。はい、吹きを入れましたね。もうピピピくんだからね。この粉は昨日からありますね。この通りはもう随分前から。用意しております。ニンニク醤油にね、つけてあるんで、ちょっとデカめで時間かかりそうなところですね。5分ってどこだろうかな。弱火でね、5分、それでいきましょう。今日強火にすると色がすぐ変わっちゃって、中まで火が通らないからね、火をつけましょう。3つずついきます。まだ硬いね。ずいぶんこれ見なきゃダメなんじゃないかな。はい、じゃあ頑張っていこう。これこっちとかね、これこっちだね、これこっちだ。大変だね、これね。こちらを加えて、これがみんな上がったところで、今度は、鯛ですね、鯛を。あ、こっちにしようかね。まあ、無理に揚げなくても、あれ焼いても美味しいからね。これは気持ちを見てみましたね。もうそろそろ魚の方が醤油入れてペリッとさせる時間になってきてるんでね、ネギ放り込もうと思ったけど、ネギだからやめちゃおうか。ネギがね入ると全然味が違うんだよね。やっぱり入れなきゃダメだな。これはね、ここで書いてやんないとね、時間ですからね。あれ、ほら、魚が入ってたよ。昨日の夜のやつだ。大変なことが起こってる。はい、これでね、じゃあネギの具にいきましょうか。
ね、ネジネジ。主にこれだね。上の人を出してあげて、ね、ほら、こんなにもう、バリンチョバリンチョ。ここにネジを入れてあげて。ちょっとね、カモン。ネジネジは、これ塩分ですね。魚のね、味の塩分です。ネギのね、汁が出てきますね。そしたら、ここに、しまっとしようかね。こうやってみましょうかね。割と、テリテリになりますね。ほら、うまそうだろう。で、ウィンナーの方は、もう一回ひっくり返して。はい。いいかな。すごいね。そら豆は弱火ね。こいつらはもうちょい青く、色が青く出るんだね、どうなるかね。オクラ大好きです。低温でもうちょいだ。この間に魚じゃなかったこいつらをね、こんなの上に乗せてあげましょうか。音が変わってきましたね。もう2分、もう1分かな。今何分経ったか分かんないけど、適当です。オイルは適当やろう。今俺は適当やろうみたいな。古代って言えば古代進みだな。古代進むくん。なんでんのや。まあ、まとめなんてもらわないと頑張ってもらうと。え、まだ生きてるかね。ね、うん。あんまり好きな人も好きなわけじゃないですよね。あれね。なんだっけ、大日本人、大セーブだっけな、なんかセーブを行く、非常にセックスに強いメガネを使うみたいなとこの話が大好きでね、僕。あれ、どうだったの、まあ、今、なんだろうかね、ね。なんかすげえ、いやらしい映画漫画だったな。もう子供心にドキドキしてましたね。ああ、いいなあ、こういう人はいいなあと思ったもんです。うん、ほうほう、良さげだね。網で切ってるのかね。網。網。よいしょ。じゃあ。そしたらそこに。あれ？あ、入っちゃった。はい。これが入りましょうね。弱火で。はい。そのまま。ちょっともうお湯がもったいないぐらい少ないね。どんなだよ、おい。あ、まだあったじゃん。小さい鍋を置くと、これに小さいものない。
膨らみが出てるね。まあじゃあもう一回入れよう。もう一回すごい役割だったね、今のね、なんか。はい、取りましょう、あげとこれ、こっち、これ、こっち、もう箸いっぱいあるかわかんない。さてと、いいかな、悪いかな、まあいいや、ほいの、あげちゃえ。ちょっと切って中見てみますからね。やったね、失敗。まあいいやね、ちょっとお弁当には向かないかね。まあいい、勘弁。で、こいつは、あ、もういいね、もういいね、ペーパーにね、取ってみましょうか。油がね、きつくてね、こういうものはこうやった方が美味しい。はい、で、こっち来た。はいはい、こっち来ましたな。これでお弁当はいい感じになっていくかね。で、忘れておりました。おいもちゃん。まあ、あげるからこれでいいかね。よいしょ。こんな小さい、かわいいね。かわいいね、この色ね。
そうなんだ。やっぱりこう切るでしょうね、このぐらいの。縫っちゃうんかな。まあ縫っちゃうか。尻尾もったいないね、なんかね。なんか芋天国になるな。もうこれ焼き芋でもいいからな。このぐらいしとこう。縫っちゃうか。よいしょ。おう、いいね。芋はもうここに直接粉にしましょうね。ちょっと塩しておこうか。本当に素揚げと一緒ですからね。おもちゃね。じゃあ行きましょう。はい、6つ入りました。鶏肉を弁当用である程度作ったら、お芋を揚げるともうこれで弁当が OK ですね。で、次は何を作っていくと、シャンプーだ。ね、これもクーンってことにいきましょうか。ね、お、いかん。オブ、オブ、オブ。ね。これね、これも OK だね、もうね、お湯が煮えてるんで、こいつね、こいつ、まあ、お弁当の中にこういうのもあってね、なんか、そういうのがあるっていうだけで、嬉しいもんです。うん、卵ってところね、うん、大好き。で、こちらね、一生懸命、一生懸命上がっております。ね、この人たち。この人たち、上がっております。で、この人たちは、刺して通るぐらいになったら OK ね。まだだね。で、こっちシャモ、その隙にはつけちゃいましょう。シャモは粉をつけてあげて、卵の中を通さないとダメでしょ。ね、それは大事。粉をつけると卵の中を通ってくれますからね。はい、まず一丁こちらね。お題は
ここで粉をつけてしまいましょう。土台はつまり重心さが残らなくていいからフライにはしないです、僕はね。バット一枚で全部終わらせるっていうのがね、やっぱりいいんじゃないの。まあ古代の唐揚げは子供はお弁当持っていかないでしょ、シャムも多分持っていかないんで美味しいんだけどね。ほんとはここ残るから、ここでパン粉や卵に包んでね、いつも卵ってのは余っちゃうんだよね。足りなくなるか余るか、当たり前だけどさ、それが一番不愉快なんで困るんだよね。パン粉はね毎回残してあげて、それをまた使うからしないんですけど、新しいパン粉を使う、こんなもんでいいでしょうかね。で卵を重いかな。これあんまりなく、水分が上がらなくなるとダメですよ。ちょっとこれまだ上がってる間にやらないとカラカラになせると美味しくないんだよ。芋天ね、芋天っていうか芋の素揚げだ。天ぷらはねもうちょっと美味しく作ります。美味しくって言うとこれなんかまずそうでも、うん、まずいね。焼き芋もうまいけどね、これもうまいよね。はい、OK。よし。これだね。はい、そらシャムくんね、シャムくん元気だってかい。シャムカラカラになってるところにこうやって卵がついてね、パン粉がつくと美味しそうになりますよね。すぐに卵でガードしてあげるわけでね、熱からね。で、中で水蒸気で蒸すっていうことですから、これは大変大事なプロセスですね。芋はもうちょいしたら上がるかな。よいしょ。シャモくんはパン粉がつくんでございました。よいしょ。ちょっとこの卵を余るでしょ。そしたらここに割っ
して入れてあげて、今度は目玉焼き、卵必要だね。砂糖は1個1さじ、すごい量だもんね。ちょっとで、塩はちょっと、で、その隙にこっち側ではもちろんあれだ、もういいかもな。うん、もういいかもだね。よいしょ。うん、ご飯が炊けてるな。いいかもしれない。よいしょ。米は水を置いて熱がこもらないんですよね。でここにこれを入れちゃうと、はい、もういかないこの人たち。もういいね、はい、じゃあで、低温でやってるやつをまずやらなきゃいけないから取りだね。もう一回だな。で、こっちだ。油を調理もいい油がないからね。熱くなりすぎ。温度を下げてきました。ちょっとタイムを回すの忘れてた。換気扇も回さなかった。すごい匂いが。この辺は料理やってると面白いね。いっぱいチューしなきゃいけないからさ。醍醐味というか、パニックというか、これができないとね、料理一度に時間かかりますよね。何よりも一番大事だと思いますよ。で、これは慣れだからね。料理苦手だって人と話してると大抵そうだよね。一つ終わんないと次できないのかね。よく聞くけど、それを言ってたら大変だぜ。でも慣れだからね。毎朝毎朝1年2年続けべりゃできるようになる。大抵の家庭の主婦はできたんだからさ。うちのおばあちゃんだってできたことだからね。俺にできんなもん誰にもできん。やろうと思うかどうかだよね。
あんまりタイマーとか時間を過信しないでちゃんと見ててやるんですね。卵焼きは油を卵に折り込む感じで、一番最後に砂糖とか入ってる。なんかもうまったりと疲れてます
きは茹でてから皮むいてもいいみたいだね。今やってみたら結構簡単なんだよね。長く煮立ったら終わりにしましょう。お、いいかな。いいな。よし。おかげでございます。はい、4つ入りました。うん、芋うめ。もうそろそろ1時間になっちゃうんで、まあこの続きは、この続きはというかこの辺で撮影は終わりにしましょうかね。朝ごはんはこれです。あっち、あと味噌汁作るぐらいかな。じゃあ皆さん、今日も一日美味しい朝ごはん食べて元気に過ごしましょう。俺もうちょっと頑張らないとな、仕事な。